Bye. この時期レグイラルアーだよな。ビッグベイトなんだけどね。ブラッドスタイルフィッシュ。ほら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 。ねえ、そんな大きくないけどさ。こんなサイズだ。ありがとう。1投目に出たぞ。おいおい、オグペンすげえ。いや、ホーイだねこれ。暴れた。すげえ、1投目で食った。オグペン半端ない。いやー、びっくりした。もうね、食ってくれただけで、おお、ボイルした。ちょっとでかすぎるかな。いやー、今のでもあげたかったな。こんなドッグウォークがちゃんと見たくて持ってきてみたんですけど、いきなり1投目でヒットしちゃいました。すげえな。キワ攻撃とかありなんじゃないの。あった、すげえ。夜でもすげえぞ、オグペン。マジか。ああ、いい目。こんなでっかいルアーでね、力強いね。秋っぽいシーバス。おお、すげえ。夜でもおお、引くね。あ、ちょっとワッキー係だった。ワッキー係さんね、はいはい、ちょっとバレちゃうかもしんないけど、口はもう外れちゃっております。おいおい、はい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 、君、オグペンの半分ぐらいのサイズ。はい、オグペン2個分のオグペン2個分の鈴木、まあ復古なんで40センチぐらいかな。ちょっとワッキー係だったけどね。オグペンにしっかり食ってくれました。秋の夜長のアイバイアイショット。あー、アイバイアイショットに、おー、ちょっともう病んじゃってるね。セコフッコにアイバイアイショット聞きますよ。なんだかボイルしてるけど釣れない。復興聖子くんたちにこのね、アイバイアイシャットの
キラキラアクションが止まらないんですよ。結構ね、もう高速で巻いてもこう動きが破綻しないから、表層のなんだかよくわかんないけど、マイクロベイト食ってる時にね、めっぽう効く。いやーいやーいやーはい。キャーってサイズがね、しっかり食ってくれる。マジね、困った時のアイバイアイシャット、もうどうしていいんだろうって時にね、ちょこまかちょこまかって動かすだけでね、まあ釣れるんで。リアクションバイト誘発ゲールアーって感じですかね。うわー、入れ食いありがとう、3匹目よいしょ、よいしょ、ね、よいしょ、よいしょ、3匹目、アイバイアイ。チャ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 ってマイクロベイトが逃げ惑ってるよ、逃げてるよ、シーバス怖いよーって感じで泳がしてやると、ね、延々に釣れ続ける。ほら食った、うん、おわして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 止めって感じで、もうたまらずブレーキかけられて食っちゃうんで、4匹目ね、ちょこまかちょこまか、このエクストラハイギアの早巻きで水面を割らないこのアクションがね、おお、これ食うでしょ、食わない食わない食わない、今の食いそうなボイルって5匹目から、はい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 、ありがとうさん、ありがとう、よいしょよいしょ、アトリ食ったよ、うう、ありがとう、いいよいいよ、もうバレちゃっていいよ、うん、トリッキーなキュッキュッキュッって言った後にたまらず食っちゃったね、よいしょ、
ントありがとう。セキューセキュー。よいしょ。一晩中やってたらもう永遠に釣れちゃうだろうな。すごいね、アイバイアイシャットのこの水面直下に居続ける能力ってのが完全にね、この表層ボイルのシーバスと合うんですよね。トゥルチューンとかしてないんだけど、全然エクストラハイギアで巻いてもこの破綻しないよ、動きが。これって結構こんな小粒なルアーですごいことだよなって。大概ね、なんかあんだけヘッドシェイクとかされたら壊れちゃいそうなんだけど、丈夫。潮止まりの時間にこの永遠に釣る、永遠に釣れ続けて、ベトベトのフーフその場でクイックイってアクションに食ってきたね。こういうビッグベイトとかが効くシーズンだと思うんだけどな。よっしゃ、あー、フー食ったよ。フーフィッシュ、秋っぽいね。ボラでも食ってたのかな。よっしゃよっしゃ、おーいおーいおーい、ベトベトフィッシュいただきました。フーみたいにその場でこうクイックイックイックイって動く、こういうルアーがね、水門では本当活躍してくれるよね。